誰から。
遅かったな。時間指定された覚えはない。なあ、時間のことは許してやろう。だが、そのお供は何だ。決闘と書いたはずだぞ。男なら一対一で勝負しろ。ああ、そのつもりか。私、後ろに下がってます。準備は整った。いざ勝負。おい、いつものあれはいいのか。あれ、何のことだ。登場のセリフ。ふん、男は多くを語らぬものだ。行くぞ。さすが我が宿敵、一人でもやりおる。だが昨日熱に編み出した必殺技で蹴散らしてくれるわ。一体何が起きたんだ。どうやら地面が崩れ落ちたようだな。下が洞窟になってれば崩れるのも無理ないか。なんだこれは。開けてみるか。長かったが、七英雄などと残す連中に封じられた数百年には遠く及ばぬ。しかし壺に封じられ10年、封印が解けることをどれほど待ちわびたことか。自由の利かぬ壺の中で我を封じた者の死を感じ、封じられた屈辱、怒り、憎しみは行き場を失った。故に今は行き場のないこの怒りを晴らしたい。それにはまず体だ。体がなくては。貴様、一体何をする気だ。我は覇王カーライル。いずれ大陸を支配する者、お前の体をいただく。まずは仮の体をと思ったが、予想以上に使えぬ肉体のようだ。お前、そう、お前だ。
今お前と戦い、この肉体の力を試すことにした。死して我が復活の手向けとなれ。入れないと探さねば奪われし我が肉体。その壺からとんでもない奴が飛び出したんだが、お前何か知ってるのか？邪神ってあのおとぎ話のか？何が起こったのか、もっと詳しく聞かせてくれないか？壺を開けたのはそこで寝てるやったが、こうなったのには俺にも責任がある。だから
受け取るよ。その老剣士の名前をご存じないでしょうか。アリシア、すみません、ちょっと一人にしてもらえますか。頼むよ。あれはおとぎ話じゃなかったんだ。写真の資料があるのか。どうしたら入れる。